リアルスティールは、ショーン・レビ監督、ヒュー・ジャック・マン・シュエンによる2011年のアメリカ合衆国の SF アクション映画である。リチャード・マシスンの短編小説、四角い墓場を原作としている。2020年、人間のボクシングに代わり、より暴力的なロボット格闘技が人気を博していた。人間のボクシングが廃れたことで、将来を有望視されていたプロボクサーのチャーリー・ケントンも、 今では中古のロボットを使ってプロモーターとして生計を立てていた。ある日、昔捨てた妻が亡くなったという連絡が入る。残された息子のマックスの養育券について妻の姉であるデブラとマービン夫妻と話し合いをすることとなるが夫妻が金持ちであることに気づいたチャーリーは借金を返すためにマービンに10万ドルで息子を渡すと持ちかける。マービンは 旅行に行く3ヶ月の間、マックスを預かってもらうという条件付きで承諾した。しばらくして、チャーリーのもとにマックスがやってくる。全金の5万ドルを手にしたチャーリーは以前破壊されたアンブッシュの代わりに中古のノイジーボーイを購入。マックスはチャーリーの幼馴染みであるベイリーのもとに居候することになる。金で売られたことに気づいたマックスはチャーリーを嫌っていたが、 ロボットとゲーム好きな彼、ミダスとの試合は最初は優勢だったが、結局負けてしまい、ノイジーボーイもスクラップになってしまう。またもロボットを失ったチャーリーは、スクラップ置き場に忍び込み金になりそうなものを探す。途中マックスは泥にうずもれたロボットを発見し、持ち帰る。そのロボット、アトムは一世代前のロボットで、動きを真似する、シャドウ機能がついた練習用だった。 チャーリーは試合には使えないと判断するが、マックスはバスへの試合に出場を決めた。初めての試合に苦戦を強いられるマックスとアトムだったが、チャーリーの的確な指示によって初勝利を収める。チャーリーがプロボクサーであることを知ったマックスは、シャドウ機能を使って、チャーリーの動きをアトムに学習させることを思いつく。同じく、チャーリーもアトムがマックスのダンスを真似ているのを見て、 すると、アトムの試合前のダンスや、人間のようなテクニカルな戦い方が評判を呼び、次々と試合のオファーが舞い込み、WRB 工業主の目に留まり、大舞台での試合が実現。そして、強敵、ツインシティーズを倒したマックスは、天才プログラマーのマシドが設計した現チャンピオン、ゼウスに、挑戦状を突きつける。 ところがその帰り道、以前チャーリーが借金を踏み倒したリッキーが現れ、袋叩きにされた挙句賞金を奪われてしまう。マックスを大事に思うようになっていたチャーリーは、残りの5万ドルの受け取りも拒否し、マックスの身の安全のため夫妻のもとへと返した。しかし、ベイリーに励まされたチャーリーは、デブラに頼みマックスと共に試合に出場する。そしてついに試合が始まるが、力の差は、 圧倒的で常にゼウスの優勢で進み、アトムは幾度も倒され、ついには音声入力機能が故障し、動けなくなってしまう。最後の手段として、シャドウ機能を使ってチャーリーが直接動かして、戦いに挑む。猛攻に転じたアトムは、ファイナルラウンドまで戦い抜いた。結果、試合は僅差で、ゼウスの勝利となったが、誰もがアトムの戦いぶりを称えた。 かつて、ボクサーとしての道を閉ざされたチャーリーは、アトムを通して、ボクサーとしての栄光と、マックスとの家族の絆を手に入れたのだった。カッコ内は日本語吹き替え元ボクサー。現在は、ロボット格闘技の三流プロモーター。撮影中のレビ監督とジャックマン・リチャード・マシスンが1956年に発表した短編小説、四角い墓場を原作とし、 それをもとに、ダン・ギルロイが執筆した脚本を2005年に、ドリームワークスが85万ドルで購入した。制作は、タッチストーン・ピクチャーズ、ドリームワークス、21リップス、マウント・ホード・プロダクションズが担当する。オリジナル脚本は、ダン・ギルロイが執筆し、2005年にドリームワークスが85万ドルで購入した。本プロジェクトは2008年に、 パラマウント映画から分社したドリームワークスが引き継いだ17本のうちの1本である。当初、ピーターバーグが監督する予定だったが2009年、中頃にプロジェクトから外れ、9月にショーン・レビの参加が報じられた。11月、ヒュー・ジャックマンが900万ドルの出演料で参加が決まった。同月、ドリームワークスのスティーブン・スピルバーグとステイシー・スナイダーが プロジェクトに青信号を出した。デスボームとジェレミー・レベンがギルロイの脚本に手をつけたが2009年にジョン・ゲイティンズが新たなドラフトに取り掛かった。レビがプロジェクトに参加した時、彼はゲイティンズに脚本を改訂させ働いた。本作の制作費は1億1000万ドルである。レビはステートフェアとノスタリジアが滲み、 映画の父と息子の物語のための温かいトーンを作る昔ながらのアメリカアナのある映画にすることを選んだ。撮影は2010年6月に始まり、2010年10月15日に完了した。ロケ地はミシガン州デトロイト、ルネサンスセンター、コボ、アリーナ、デトロイト消防本部、インガム郡裁判所、キューベルアイル動物園、ハイランドパーク、ホードプラントである。 映画スタッフたちは人間の俳優と共に登場する19台のアニマトロニクスロボットを組み立てた。ロボットが戦う場面のためにモーションキャプチャ技術が使用された。元ボクサーのシュガーレイ・レナードがアドバイザーを務めた。ドリームワークスは2010年12月に予告編第1弾、2011年5月に第2弾が公開された。 通常の予告編やポスターでの宣伝に加え、ドリームワークスは、イギリスの宣伝会社の533に、巨大なディスプレイの設置を依頼した。また、バージンアメリカともコラボレーションした。9月19日、ジャックマンは宣伝のためにスポーツエンターテインメント、番組、WWE ローに出演した。シドニープレミアでのジャックマン年月日に、パリのレグランドレックスで、 ワールドプレミアが行われた。アメリカ合衆国では2011年10月2日にロサンゼルスのギブソンアンフィシアターでプレミア上映された。オーストラリアでは2011年10月6日、アメリカ合衆国とカナダでは翌10月7日に一般公開されていた。北米公開は当初2011年11月18日を予定していたが、とワイライトサーガ ブレイキングドーンパート1との競合を避けるために10月7日に変更された。アメリカ合衆国とカナダでは、アイマックス劇場270スクリーンを含む3440巻で公開された。ロッテントマトズでは、195件のレビューで58%の支持率となり、平均値は10点満点で5.8点となった。 メタクレッティックでは34件のレビューで100点満点中56点となった。北、アメリカでは公開初日に850万ドル、初週末3日間で2730万ドルを売り上げ、初登場1位となった。また、ジャックマンの祖国のオーストラリアでは、初週末に約415万ドルを売り上げ上げた。ありがとうございます。